ひなしゃです。はい、ひなしゃです。31日5月ラストのひなしゃです。よいしょ。はい、僕がいないうちに減ったらしいです。まあ、あまり今年は順調なスタートではないかもしれないですね。ひなの最初予算になったんだよね。うん、みんな生まれてさ。そうね、今回はどうかなっていう感じだけど。今回も卵いっぱいでしょ。いっぱい入れてる。おはようございます。おはよう。あ、ゆっくりしてる。ごめんなさい。それがみんなが見せばってたパニック。うん、みんな無事。いいぞ、いっぱい食べろ。ちっちゃい。こいつのこと言ってんの、移動させようかな。あ、そうだね。でも他から疲れてる様子はないので大丈夫そうです。目をちょっと怪我しちゃって。あ、疲れる。疲れない。いいね。うまい具合に逃げなさい。元気元気。あ、出た。ギャング。ギャング。でもこいつらが今一番でかいから何もできないね。あ、巨人に放り込める。あ、そうなんですよ。でもこいつらが巨人になる人ですよ。エサヘリが1、2。うん、下下はないね。ね、はい、やっぱ明るいと休みだ。うん、ね、冷めたご飯よりも温かいご飯の方が美味しい感じるのかな、あったかさ。あ、冷たい水を飲むとびっくりしてるような感じはあるけれども。やめろ、人落ち着くのやめろ。あったかい。何度？ 29.0。 はい、それでは温度チェックします。28.0。 はい、 29.8。 29.8、 はい。好きなのか長靴が好きなのかどっちだ。多分長靴です。悲しい私の長靴も好き。なんだろうね、長靴の赤いラインをつついてるんだ。やっぱり目立つから気になっちゃうんじゃないかな。私のはでも全部 色のコントラストがないけど、汚れてるどこどこかな、ね、あと白いつなぎ好きっぽいです。翼を広げてる。いいよ。暑いかい？今日はちょっと、今日もかな。今日はエアコンはなし。いや、なんかあんまり気温が上がらないのでエアコンだけにしようかと。なるほど。ヒーターは消しちゃって。待って、みんな。ちょ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 、みんな大丈夫。ねえ、そうやって足が悪くなっていくんだよ。やめな。ねえ、少しでもついていきなさい、バカたち。水がいっぱい残ってる。いっぱいというか、ごめんね。あ、タッパーに変えたんだ。あ、そうですね。よ、あ、本当だ、結構残ってる。なんだろうね。うん、暗くなっちゃって見えなかったのかな。そして今日はお掃除の日です。なんと。よ、よいしょ。なんと皆さん今日はお掃除だって。わーいわーい。お掃除の日ですって。そろそろ時間置きもはばかれる床じゃなくてさ、どっかもうちょっと高い三脚が使えるのかしら。高いとこにスマホ固定できたらいいかもね。確かに。よいしょ。ね、そのクリップみたいにさ、あ、電気のクリップみたいにね。ね、
よいしょ。まあ、フン弾いてるぐらいだったら、俺は手で持ってられるんだけどさ。あー。ね、ちょっとごめんね、ほんと。足元に入らないで。ね、長靴だったらいくらでもあげるから。どっかいいスポットがないかしら。ね、クリスマスになったら、ほんとなんか長靴がもらえるよ。うん、無理があるか、無理があるな。何かを固定できればいいね。今日もフン弾くから、はい、あの赤いのください。はい、君たち今からフン弾くからね、邪魔だけはしないでね。これで明るくなったでしょ。よいしょ。もうね、ちょっとね、お願いします。いつもだったら直起きするとこなんですけどね、ちょっとね、新しいピンマイク壊したくないので怖いですね。よいしょ。次にピンマイク壊しちゃうとあれなんですよ、もう当分クリアな音声でお届けすることはできなくなる気がするので。うんうん、ね、おはよう、おはよう。はい、もうちょっと小さいひなの方にね、遊びに行きます。ね、でもこれも面白いよね。掃除中だからさ、足元に入らないで。まあいいのよ、長靴じゃなくて俺に懐いてるんだったら許してあげる。それが長靴に対する愛情であるならば許さなかった。よし、ごめんなっちゃったね。でもあれじゃない、こうやって掃除をさしながら撮っても初めてなんじゃない、みんなそう思わないか。絶対そうだろう。ね、こうやってさ、チューンが弾け飛ぶわけだよ。ね、外の世界が気になるかい？ね、いいね。ね、しゃがんでるだけでみんな寄ってくる。お、ね、チューン、チューンが大きいことは別にいいんですけどね。いっぱい食べてるという証拠ですから。すごい。どうしたの？大丈夫？大丈夫？ああ。あくびしまったの？いや、そんなことはない。ああ、足のせいか。うん。あ、急に悪いぞ。ね、足ね、足ね。よいしょ。はい。はい。では、開きます。ああ、ごめんごめん。足を踏んじゃうとこだった。ね、足元に入られるとそうなるんですよ。うん。ね、みんなお掃除中の猫みたい。よいしょ。邪魔をしてくるよ。ほら、見てごらん、これ。こんな光景、今まで撮ってなかったね。へえ。え、掃除をしているともちゃんの足に群がり、ちりとりに乗ろうとして、ラストシュー、そのままゴミに出されてきた。ダメだよ。ゴミには出さないよ。このまま自分らが出したフンと一緒に焼却、うん、悲しすぎる。美味しい焼き鳥、フンと一緒の時点でちょっとまあまあ、君たちはまだまだここにいるんだ。なーに、なんですか。やっぱりちょっと白っぽい部分を狙う。入らないで。目立つんかな。ねえ、目につくんじゃないかな。いいよ。弾ける。本当になんかそういう技がありそうで。え、ダストダストとかやってくるの。
あー、なんだろう。普通に動物？うん、ニャオハ。こうやって身を守るやつがいそう。ニャオハとかニャース。猫、猫はやらないんじゃ。あ、じゃあ鳥。うん、ポッポの弾けるフン。ね、落とす。フンを落とすのは普通にやってるもん。だってフン落とし、相手の命中率を下げる。はリアルの鳥さんたちがやってるね。やめてほしいよね。うん、まだ自分には当たったことないんですよ。車があるけど。俺もう自分が当たったことがまず知れず。なんだ、東京と埼玉の違いかな。あの、毎度同じクラスにやられてる気がする。それは嫌われてる。辛辣だ。嫌われてるというか、カラスが狙ってるんだと。何もやってないんだけどな。あら、じゃあそのカラスが人間に、人間にというかコニタンに何か。このさ、うん、フンが弾け飛んでってガラスが割れた。ああ、弾け飛んでって。弾け飛んだフンがガラスに当たってピシッ。おー、そしたらもう大変なことになってる。威力が、鳥がもっと本気で追い払われちゃう。あの、都会にいることを許されなくなっちゃう。都会にいるカラスは美味しくない。美味しくない。で、山に住んでいるフンだけを食べるカラスは普通に、あの、唐揚げとかで、うんうん、あるよ。食べないでください、みんな。ちょっとうちの地元にスズメの唐揚げとかカラスの唐揚げとか出してくれる。ああ、そういうお店。山奥に佇むお店があるよ。そういうお店やっぱり何個かあるんだ。うん、難しいな。よ、ちょっとお邪魔たちが入るから難しい。お邪魔虫。お邪魔鳥。お邪魔虫。お邪魔鳥。どっかに聞いたな。アンパンマンか。アンパンマンとバイキンマンにお邪魔虫って呼ばれてる。ああ。お邪魔虫はでもいろんなとこで使われてるよね。みんな使うの。うん、主に悪役が、うん、正義の味方に向かう。ロケット弾はジャリンコという。なんでなんだろうね。ジャリボーイ、ジャリガール。なぜジャリ。よいしょ。ダメなんだよ。ああ、お願いします。いいよ。お願いするのは、この辺のまだこびりついてるやつ。普通に、トヨタの方に全て弾き飛んでくる。うん、それはしょうがない。はい、はい、ちょっと皆さん、お邪魔です。どいてください。何してんの君は。どいてください。あれ、あ、詰まってない。これ今詰まってた。変な動きだった。でかいフンを食いまくって。いいよ。ごめん、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 ごめんね。もうね、首が詰まったらしい。あ、大丈夫だった。てか、でっか、この子。健康体。すごい健康体に見える。親を調べたいね。うん、まあ、僕んとこも構ってって集めの相手。あら、この子たちは昨日お部屋が広くなりました。なるほど。そう、結核が撤去された。ああ、あの、一部解放。じゃあ、この字になった。そうですね。でも4話だから広いね。うん、すごい広い。君たちでかくなったからちょっと狭そうだ。ダメよ。どいてね。どきな、どきな、マジで。ええ、ええ、綺麗だぞ。
綺麗な床好きだな。どうなんでしょうか、糞がこびりついてる方が滑りにくくなるんでしょうか。あ、まあその一点だけはそうですけど、いろいろ他にちょっとついてこないで、ついてくるのかわいい。はい、この大きさに限り、うん。かわいそうで、大きくなったらダメな。大きくなったらちょっと怖い。ああ、あのほら前いたじゃん、ひたすら俺の長靴めがけて走ってくる。ああ、結局長靴なんだよな。なんだろう、長靴は覚えてられない。目にやっぱり入ってあれなのかな、この人が。じゃ長靴のコスプレしたら。コスプレ。全身長靴になる。そう、全身長靴になったらどうなるんだろう、ちょっと興味が。どこを、果たしてどこを続くのか。ひなに囲まれて寝たいってやつも長靴になって寝てくる。シュールだね、全身長靴。ひなは長靴が好きなんで、ということで長靴になります。長靴になります。よ、シュールすぎる。ごめん。え、ダメなんだよ、こうやって素早く動いちゃう。よいしょ、すごい囲まれた。やめてください皆さん、どいてください。そうやって女の子はね、小さい恐竜に食べられたんですね。え、ね、囲まれて。そう、ロストワールド。一匹にサンドイッチをあげたばっかりにいっぱい寄ってきちゃって。いい、虫がいる、やばい。うん、よ、まあもう昨日虫より恐ろしいものを見たからさ、みんなが気になっちゃう。もう家にゴキブリなんか出ても何の屁でもない。マジで昨日のやつの方が怖い。確かに、ふと見ていた時のそのふと鏡見たら、鏡越しに後ろに黒いチミのようなものが。その話なかなかないと思う。家の中で恐怖だろ、さっきまでいなかったよねって。へー、大丈夫、いいよ、さっきまでいなかったのか。そう、本当に怖。風呂に入る前はいなかった。じゃあその間に入ってきたの、どっからだよってなるよ。窓が開いていたとかっていうラジオのネタが昨日できました。はい、あ、その正体は言わないか。いいよ、ちょっとどいてみんな。クマですね、クマ。風呂上がりにクマがいたらどう。無理、もう死ってなるね。さようなら。あ、北海道はないの。あ、庭とかだったら あるのかもね。ダメだ、いや、そんなことはあったら大変なんだけど。風呂上がりの脱衣所にクマがいました。怖すぎ。海外だとでもあれらしい。ワニとかいるらしいよ。ね、家の中に入ってきた。庭先にバカでかいワニがいて、警察が出動するとかね。恐ろしい。ね、君たち、うんこするのはいいんだけどさ、片付けたところからうんこしないけど。それは無理な、そうだね。トイレ決めよう、みんな。ね、決めれたらいいっすね、楽で。ね。みんなでトイレ決めよう。いやちょっと食べないで餌を。いや、なんかこの集めたやつをつついて。あ、糞ばっか食べない。でも食べようとするけど、結局でかすぎて飲み込めなくて散らかすっていう子がいる。あ、そうそう、さっきあのよろついて首しまってるのかなって人も、うんうん、自分のくちばしよりもでかい糞を加えてて後ろによろめいてた。よいしょ、暑い。食いしん坊は良くないぞ。一旦つけましょう。君たちが換気扇回すか。ん？ん？換気扇回します。はい。みんなうるさくなるぞ。わ、怖いね。逃げろ逃げろ。パニックだパニック、逃げろ。あ、涼しい、なのに。ここ涼しいの？風の通り道なのかな。涼しい。快適。涼しくなっちゃうけど。
ちょっとのお掃除の時間だけ回そうだね。よいしょ。まあ換気は大事だよ。そう、みんなちょっとどいてください。ね、こうやってさ網目にね餌が詰まっちゃってどうしようもないことがあったりなかったり、まあお掃除してれば滑ることはなさそうだけどね。そうだよね、餌が網目に入り込んでだんだん徐々に鱗みたいになっていく。すぐに、すぐに長靴に寄ってきちゃうね。まあ、みんなでさ、君たちが寄ってこなくなった時がやばいと思って。うん。よいしょ。ああ、暴れん坊。やめて。さて、今回のピンマイクはどこまで、クリアに我々の会話が入ってるかな。ねえ。暴れん坊だ。ダメだ。暴れてる。ごめんね、怖くなっちゃったね。あれで、換気扇で。妙に風を感じるしね。うん。飛べると思ってんかな。飛べ。あ、翼に風を感じるぞ。今なら飛べるかも。空も飛べるはず。ダチョウも飛べるはず。ダチョウは飛べないんだ。飛べないっていうか飛ばなくていいんだよ。エミは若干もうちょっと頑張ったら飛べそうね。え？ホップ、ステップ、ジャンプでいけそうじゃん。それは飛ぶというのか、ジャンプならできるけど。ほら、跳躍の方の飛ぶ。ダチョウはそれさえもできません。いや、でも大人を見くびってはいけない。え、あいつらジャンプできる？120センチぐらいだったらジャンプしちゃうじゃん。するんだ。お、大人を見くびってはいけないって。そう。ね、ダッシュしないんだよ。落ち着いて。ダメか。よいしょ。いいぞ、ダッシュするんだ。ダッシュするぐらいだったら俺の長靴を続いてなさい。ほら、長靴好きだろ、ほら。長靴続いていいぞ、いいぞ。長靴。最近。殺菌掃除。楽しいもんですね。去年までやってた空掃除に比べれば楽なもんです。やだ、よかった。マジで去年までの空掃除はもう汗だくじゃん。うん。朝から餌やりしてないのに、餌詰めしてないのに汗だくだって。新しいやつが来る前のやつだよね。そうそうそう。それがさ、日曜日さ、一人でやるときが、あったじゃん。怖い。怖いってか、よくやってた。ね。ちょっと今日は換気扇回すと冷えすぎちゃうかな。うん、急に涼しくなった。涼しくなっちゃったね。ああ、もうすぐ終わるから、そしたら止めよう。ね、本当。そんなに好きなら長靴になればいいの。どうやってなるの。いいよ。はい。いや、意外と綺麗になったんだ。よいしょ。くれくれ、ほら、くれくれんなー。
ね、逃げる。せっかく道を作ったら、あ、なるほど。よくあるやつだね。お母さんと一緒のさ、番組あるじゃん。ああ最後にさ、あっちみんなでアーチ作ってるのにさ、そこを外れていく子供いるいる。あ、みんなが通らない方を通ってみたいんだろう。いや、そういう人がね、何かしら産むのよ。うんうん、よし、こんなところかしら。かわいいですね。今のところかわいいですね。今のところだってここから大きくなるからね。そうなんだよ。ずっとこのままでいてほしい。いいよ、よいしょ。涼しいね。ダチョウはどうなんだい、涼しいのは。なんかエミューは寒暖差に強いらしいよ。うん、いや、でもヒナは多分弱いと思うんだよね。大人は強いけれど、なんか早朝類はみんな大人は強いのかな。うん、ヒナは弱そう。よ、よし、こんなとこかしら。綺麗にしたい。よっしゃ、はい、紛争で終わり。綺麗。はい。綺麗だろう、みんな。うん。もっとピカピカにできたらいいんだけどね。よし。食べられる。うん。超食べられてる。オッケー。よ。任せていい。うん、はい、適当に取っといて。はーい、よいしょ。掃除が終わりましたのでこれはね、ここで喋ってても多分音声が入るんですよね。ごめんね、餌を今奥から待っててね。ちょっとごめんよ。はい、足が悪い子がいます。なるべくそういう子は減らしたいんだけれど、なかなか難しいですね。すごい集まってきた。どいて、ごめんよ。おい。あ。今投げたのは私です。はい、餌をあげます。よいしょ。タッパーが3、4よ。タッパー2つが3、4ってこと？あ、そうです、そう。タッパー2つとお皿1個で
水で。今2種類の餌を混ぜて半々ぐらいで与えてます。よいしょ。かわいいね。東ゴミがよっぽどかわいいよ。妊娠を止めた途端、急に蒸し暑くなるこの日の差は嫌ですね。よ、はい、いいよ。どうしてなんでこの日の差は、ね、換気扇を止めた途端、こんなに蒸し暑くなるの。ん、換気扇を止めた、換気扇止めたでしょ。うんうん、止めた途端蒸し暑い、蒸し暑いぞはい、あ、じゃあ置きます。はい、あ、じゃあこれか、いい、大丈夫大丈夫。うん、じゃあ先あっちやってくん。はい、水、よいしょ。さあ水だぞ、飲め。逆に入れづらいか。いや、大丈夫。水です。水です。みんなちょっとお互いにつかないで仲良く飲んでください。すごい、頭洗ってる子がいる。それが正しいよ。うんうん。ちゃんと洗わないと。目が開かなくなっちゃう。ねえ、あ、あとはそっち。外から寝れるようにしてくれたんだ。うん。え、なんかお昼とかその方が楽ちんだから。ごめん、床に。ああ。頑張って。はい、よく飲んでますね。この子はそろそろ。こっち目開いてる。どの子？こっち？これのこっち。見えない。もう歩けなくなりそうだ。大変になりそう。悲しいな。治らないと思う。そう、あ、今映ってますね。足が曲がってきちゃう子がいて、はい、うん、うんうん、そうなんだよね。確かに、まあ、でも環境が違うんですよね、気候が。そう、そこが。足の直し方とかだったらどうするんでしょう。直すもんなのかな。ね、なんとも、鶏と同じ感覚だったら見られてしまうかもしれない。
でもダチョウは1羽あたりのコストがちょっと大きいから直すのかな。ねえ、でも本当にあの骨折の添え木みたいなスタイルのみだ。うん、動物園とかだったら多分やるのかしら。動物園は生かさないから。そうだね。あと手術とかもやろうと思えばきっとできるのでしょう、動物園ならば。うん、食べてる食べてる。あの前のお皿一番かわいい。そうだね、ちょっとあの餌の周りこぼれてる。でも食べてる食べてるけどね、滑っちゃうと嫌じゃない。掃除するか。お掃除します。はい。